こんにちは、デリッシュキッチンです。カリカリ豚のっけご飯を作ります。豚バラ薄切り肉 150g は食べやすい大きさに切りましょう。キャベツ2枚は千切りにします。みょうが2本は小口切りにしましょう。かいわれ1/2パックは根元を切り落とし2等分に切ります。サラダ油小さじ1をフライパンで熱し、豚肉を入れてカリカリになるまで 4、5 分弱めの中火で焼きましょう。砂糖小さじ1、お酢大さじ1、醤油大さじ1、おろしにんにく小さじ1/4、白すりごま大さじ2、ごま油小さじ1をボウルに入れて混ぜ、甘酢だれを作ります。ここに豚肉を入れて混ぜましょう。丼2杯分のご飯をそれぞれ器に盛り、キャベツと豚肉をのせ、さらにみょうがとかいわれをのせて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。